玉ねぎってさ、結構めんどくさいんだよね、切るの。みんな切り方知ってる？こうすると綺麗なみじん切りっていうの。まあみじん切りになるんだよね。でさ、しばらく YouTube 撮ってなかったけどさ、普通に学校始まって、そう、俺学校戻ったんだけど、まあ学校始まって、まあ勉強と、で俺仕事もしてるし、なんだろう、今まで自分が保ってたストイックさとか、決めてたこととか、結構、まあ乱れるようになって。でまあ、仕事とか勉強とかそういうのやってる分、まあなんていうの、まあそれはなんていうの、一番自分がやりたいことじゃないからさ、やらされてやってるとまでいかないけど、まあなければないで嬉しいようなものじゃん、それって。そういうのやってるとやっぱストレス溜まって、なかなか自分の夢とか目標に注ぐ時間が取れないっていうか、もうやる気が起きないっていうのかな。まあ、あともうシンプルになんか体調も良くなくて、最近 みんなになんか特に俺から言えることなくて、全然、めっちゃ目いて、全然、投稿できなかったんだけど。そうそうそう。けど10月は、俺コミュニケーションを強化する1ヶ月にしたくて。で、まあ、コミュニケーションの重要性、まあ、あんま話すつもりないけど、まあ、俺がなんでコミュニケーション磨きたいと思ったかっていうと、マジでそれが自分の可能性を広げた経験を持ったから。それはイギリス行った時もそうだし、逆に日本だと、あれ、その能力を磨く前、いろんなチャンス逃してたっていうのに気づいて、やっぱこれは絶対マスターすべき分野だっていう思ったんだよね、コミュニケーション。まあもし、なんだろう、科学者とか、卓球選手とか、卓球選手でもコミュニケーション必要っしょ。なんていうのかな。仮にマジでコミュニケーションいらない仕事っつったら、本当に一人で 研究室かなんかにこもって、エジソンみたい、エジソンだか誰だか忘れたけど、まあそういうやつらみたいにもう一生をその研究に捧げる的な、まあどうでもいいんだけどさ、そこら辺。やばくね？玉ねぎ。めっちゃ目にくる。やばいっしょ、これ。で、もう早速4分以上喋っちゃったんだけど、どうでもいいトピックで。やばい、目めっちゃやばい。やば。やべやべ。結局喋りたいことは 何だったっけ？ そう。まあ、ピーマンについて。
ではないんだけど、あれよ、でこのまあ比較的忙しい環境の中、まあ忙しくなくてもよ、自分のやるべきことをやって、目標をクラッシュして気分よく人生を送る方法、結局それは日々の生活の日々の生活で自分の足を引っ張ってるものを全部取り省くことなんだよ。マジでマジ足引っ張ってる。携帯とか、酒とか、もしタバコ吸いしちゃったらタバコもそう、カフェイン、砂糖、友達、ゲーム、まあそれがなんであれ、結局やりてーってなるその衝動、オナニーもそうよ、そのアクティビティをやりてーって思う衝動は結局全部ドーパミンなのよ。ただただドーパミンなのよ。お前がなんていうの、じゃあ将来こうなりたいああなりたいどうこう関係ないの、脳からしたらお前の脳はとりあえずドーパミンが欲しいわけよ。だからお前の本心がじゃ例えば5キロ痩せるだとしても、お前の脳はドーパミンのことしか考えてないから、マジでマジでドーパミンのことしか考えてない。だからいくら5キロ痩せようと思って、じゃあ炭水化物少なめにする、砂糖やめる、ジュースやめる、油物控える、筋トレする、いろんなことしても結局お前の脳は、あ、いろんなことしようと思っても結局お前の脳はもうドーパミンのことしか考えてないから、その次のドーパミン次のドーパミン次のドーパミンって考えてるわけ。だからなんて言うんだろう、そうだ、痩せようと思ってもいざ目の前にチョコレートケーキがあれば我慢できない。いくら酒やめようと思ってもタバコやめようと思っても砂糖やめようと思っても携帯やめようと思っても結局脳はドーパミンしか考えてないから、我慢できないわけよ。我慢できない、その脳はお前の本心と真逆のことを言う。やれ、食っちまえよ、行けよ、飲めよ、吸っちまえよ、食べちまえ、抜いちまえって言うんだよね。やっていい理由をあの手この手使って考えていく、ね、絶対このチョコ食っちゃいけないって分かってても、例えばノーは、いやー今日お前ジム行ってるしめっちゃランニングもしたし最近全然食ってないからやっていいよ、食っていいよチョコ、そのチョコ食えよって言うんだよ脳は。タバコもそう、いやー本当は吸わない方がいいけどまあ1本ぐらいやったらまあ酔っ払っちゃってるししょうがないっしょ、これで我慢する意味はなくねって言うんだよね脳は。それをもうあらかじめ
分かっとかなきゃいけない。お前じゃないんだよ、感情はお前じゃない、その感情はお前じゃないんだよ、その感情はドーパミン、お前じゃない、切り離せ、お前じゃないんだよ、お前の足を最大限に引っ張る、お前の目標から遠ざける、お前を苦しめる、長い目で見たらその瞬間は最高だよ、その瞬間気持ちいいよ、うわーうんめえ、マジでうめえ、幸せ、嘘だからね、その幸せは嘘だよ、お前を長い目で見たら苦しめる、幸せじゃないんだよ、その瞬間は幸せだけど、長い目で見たら5キロ痩せて自分の好きな子にアプローチかけてその子と付き合う、ベンチプレスプラス10キロ持ち上げて自分の満足いく体を作る、それがお前の幸せなんだよ、勉強して入りたい大学入る、それがお前の幸せ、けどお前の脳はその瞬間の逃げ、瞬間の楽しさを幸せだと勘違いする、ドーパミンなんだよ、お前じゃないんだよ、感情はお前じゃない、その感情はドーパミンよ、勘違いすんな、みんな勘違いしちゃう、もう脳が頭良すぎて、もうあの手この手使うから、正当化がうまいんだよ、すごいマジで、誰よりもうまい、お前の脳は、それを理解しないと、脳より一歩上行かないと、先に予想しないとこうなるな、うわ、今日仕事で疲れた、多分帰ったら酒飲みたくなる、ストレス発散したくなる、しこりたくなる、けどそれは俺じゃない、俺じゃないんだよって、ドーパミンなんだよ、脳がドーパミンを得るためだけに言ってること、自分に言い聞かせてくること、ウィンナーあんま体に良くないけどさ、オムライス作んないと材料的にうまくいかないから、オムライス作るから、まあ俺オムライスウィンナーで作るの好きだから、ウィンナー食うけど、マジで勘違いすんな、うん。